どうしたそんなものか。ウロカイメ、あれで手加減しとるというのか。これでは犬いだ。さっさと全力で来い。俺たちの同胞として手に入れた力をこう見せてみろよ。消せよダークソフィア。ほう、それが噂の武器か。けがらわしい人間。かなり力を抑えているな。何？奴はまだダークエアを完全にコントロールできない。万が一にも防せぬようセーブしているの。この夢の力で我らに並んだぞ。貴様が泣いてる血の契約だと忘れるな。そういうことか。お前がどんな顔を持ってようが知ったことじゃない。あの方に愛されぬからといって手に当たられても困る。黙れ。ドワッグ。あのオーカ、我々でさえ近いことが許されぬお方だ。なのに人間風情がなぜそぶ。お前など必要ない。ライゼル様は数光学目のために生きておられるのだ。ただお一人で。お前こそ何を知っている。刀は何を知っている。暴走か。いかん、このままでは自分を見込まれるぞ。じい、貴様呆れ果てる。これがあの方が待ち続けている貴族のやつか。このようなもののためにずっと一人。あの人よくても俺は。ウロカイ、もう勝ち目はない。俺はまだやれる。奴を殺せるなら死んだぜ。冷静になれ。お前が命と引き換えにしても今の奴は倒せん。やれやれ、こんな形で久しぶりに会うことになるとはな。まったくこれは干したものか。ライゼルさん、やつは巻きくださいませ。どうか。ライゼル様、
フランケンシュタイン、目を覚ます。ライジェル様。